ちゃ。こんにちは。豊さん、はい、ほら最近そうひげそれでそうなんですよ。豊さんがひげを伸ばし始めて、いやあのさ、オンとオフってあるじゃない、うん、でまあシーズン野球が始まればさちょっと揃うかなと思ってるんだけど、あ野球始まったら揃る、まあオフの間はちょっと遊びで生やそうかなみたいな、はい、そうだったんですよ、うん、だからコメント欄にもいろいろコメントありますよね。あかっこいいですっていうのもあれば、僕は剃ってた方が好きですとか、まあね、なんか爽やかなイメージがあるのに、爽やかなイメージあるのかな、他にね特にかいや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 、でもまあまあでもね、オンとオフっていうのはすごく大事で、はい、やることはないじゃない、まあまあ今そうです、今画面例えばちょっとテレビの硬い、うん、例えば NHK とかの解説で来てくださいって言われたら、それはないもんだってフジテレビと契約してる以上、まあ、そうですけど、もし仮にですよ、うん、ちょっと例えば NHK とか硬いところでお仕事ありますって言われたらどうします？いやそれは関係ないよね、自分の趣味思考だから。あそれはそうなんだ、うん、だからそれは別に剃る必要もないと思うし、はい、そんなヒゲぐらいでガタガタ言われたくないよね、ヒゲぐらいで。ただ自分は、はい、自分はオンとオフは使い分けると、シーズンが始まって、はい、神聖な野球が始まる、うんうん、ね、うん、お仕事が始まる、うん、そうなったらヒゲは剃ろうと。あじゃあ現役の時も豊さん、まあ、太陽と日本ハムいたじゃないですか、ヒゲ、うん、は生やしてなんか生やしてない。オフの時もそうだね、まあ武将がちょっとね、はい、こう毎日試合だからさ、うん、ちょっとカミソリ負けしちゃったみたいな、はい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 、剃ったら痛いっていうような時はちょっと生えてた時はあったにせよ、はい、まあ大体剃ってたよ。じゃあ規則で太陽と日本ハムっていうのは特になかったんですか？あ別に何にもない。今巨人の茶髪ヒゲ禁止はもはや時代遅れなのかという記事がトップに上がってたんですよ、そのスポーツのこれね、まああのあれですよ、まあ、まあよく言われるよな、もうずっとこれ言われてますけど、いやだからヒゲをもじゃっと生やしてたのを剃ったのは小笠原がね、ああそう日本ハムの時にこうヒゲをが売りだったのに、はい、まあ、ジャイアンツ FA で行く時に剃ったとかさ、はい、まあ、今回梶谷がひげきれいにしたとかね、からやっぱ来てるみたいなんですけど、うん、今回もその FA で梶谷選手が剃ってきたと。さらに助っ人でテームズ選手、はい、入りますけれども、ひげが売りだからね、だけれどもテームズ選手剃るらしいですね、うん、っていうやっぱそういう伝統の球団に行くんだったら、まあ、ヤンキースみたいだから剃るよって言ってるでしょ、はい、うん、っていうことなんですが、いやちょっと待って、はい、俺よりか感覚若いじゃない森藤は、ね、はいはいはい、森藤はどう思う？私は別に今さら茶髪だろうがヒゲだろうがあんまり別に関係ないんじゃないかなって思っちゃうんですよね。だからまあその、まあ、ジャイアンツが掲げてる、はい、うん、ヒゲ禁止だとか、はい、そういうのはもう時代遅れだと、まあ、時代遅れだと、まあ、言葉は悪いかもわかんないけども、はい、時代の流れとともにそういう規約は、うん、あのまあ、外れてった方がいいんじゃないかっていう感覚、まあ、なくてもいいかなって、なんかまあそれでね個性が際立ってる、例えば他の球団見てもヒゲの選手っているじゃないですか、まあ、例えば西武だったら森友哉選手だったり、あの石川投手ロッテの結構すごかったですけど、まあ、でもそこはなんか個性とかで、まあ、別に禁止にしなくてもいいんじゃないかなとは思いますけどね。豊川さんどうですか？俺はそういう時もあったよ、そういう考えの時もあった、ね、あったあったあった、だけど、はい、もうここまで来たらその伝統が、うん、伝統があっていいんじゃないかなっていうふうに俺は思うんだよ。なるほどね、その方がかっこいいと思うんだよ、やっぱ崩してない、はい、ね、ブレてない、うん、そういうところから、うん、なんて言うんだろう、そのヒゲっていうのを、うん、それうちの球団に入りたかったら、うん、それが条件だっていうのは、うん、俺はありだと思う。ヒゲと茶髪、例えば、はい、仕事として考えた時に、はい、サラリーマンの方が、うん、ね、会社行くのに茶髪で行くか、あ、まあ、職種にもいると思うんですが、固いところはまず行かないです、ね、行かないよね、ヒゲもダメっていうところもあるかもしれない、職人系とか、うん、とかも、うん、でやっぱり仕事って考えるとさ、確かにそう、うん、松井和夫がね、はい、一時期茶髪にしてかっこいいとか言われて、はい、でそれをバサッとやめたんだよね、はい、それなんでやめたかっていうとさ、うん、親の投書だったの、はい、子供が真似したがって困りますって、はあ、だから子供はやっぱりその選手になりたいわけよ、うん、そうですね、顔が見なりとかも含めて、はあ、うん、そしたら、うん、松井和夫はやめたんだよ、まあ、子供のやっぱそれだけ影響力があるっていうことを知って、はい、茶髪をやめたんだ
そういうことですかね。サッカー選手なんで茶髪にしてるか知ってる？あれ、なんなんだ。大黒っていうのがさ、はい、ものすごく目立つ髪色をするんだよ、はい、なんでか知ってる？その選手はフォワードなんだ。その例えばピッチに立った時目立つ、そう、分かりやすいように。いや、だからもう一瞬でパーンとパス出さなきゃいけないじゃない。目印ということですか？その自分の位置を知らせるために味方に茶髪にしたの、はい、でも今 みんな なんか個性豊かな髪型、もう茶髪だらけで分かんねえよそうですね。だから髪色変えてたの。あーゴールドとか、あ、ゴールドじゃないよ、あのシルバーシルバーとか、ああ、まあ、それはなんか、まあ、まあ目立つようにってことですね。そうそうそう、仕事上で野球でさ、はい、帽子かぶってやるのに、まあそれはいい、俺は別に反対派でも何でもないんだけど、はい、茶髪がいるかどうかって、ヒゲいるかっていうとさ、うん、俺もこうやって生やしてるけど、うん、めんどくさいんだよ結構。手入れとか大変らしいですね。意外と前剃りの方が楽でさ、はい、でもここ、あ、ここ長さ大丈夫みたいな、はい、ここの幅大丈夫みたいな、やっぱりあるんだよ。逆にそっちの方が大変だったりするんですか？いや、だからそういうところに、はい、おそらく昔の人たちっていうのは、はい、気を回すんだったら、はい、野球にもっと集中しろという。どうなんですか？まあ、たかがね、はい、3、4分のことだよ。まあ、あって5分あったら髭は剃れるんだけど、うん、整えられるし。だけどそのちょっとした時間も野球に集中しとけっていうところから俺は始まってると思うんだよね。あの高校野球の坊主はどうですか？うん、坊主はだから、はい、余分なことにかっこつけたりだとか、うん、まあ、例えば簡単な言葉で言えばね、うん、そういうところで、あの、きれいにしろと。髪型やったらドライヤーはかける、髪型こんなのある、うん、スプレー、ワックス、うん、ね、ムースつけまくるみたいな。そう、うん、そんな暇があったら野球、まあ、だから高校野球もそうだよ。高校サッカーは、高校サッカー高校サッカーヘディングするから頭痛いしな。で、冬のスポーツは頭寒いみたいな。そうか、で夏は炎天下で、そうそうそう、危ないみたいな。なるほど。だからまあそういう、まあ、時代背景はあるにしても、はい、だ、俺 今となったら、うん、その伝統っていうのはすごく俺は美しく感じるんだ。あ、まあ、一周回って、そう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 、ね、一周回って、うん、あ、そうか。だからそのコメントというか SNS でも結構あの賛否両論やっぱりあるんですよ ね、 よね。だからそのプレーで見せるのがプロ野球選手だから別にそんな茶髪とかヒゲとか関係ないんじゃないかっていう人もいれば、いや、やっぱりそのね、別に剃ったってそれは伝統なんだからいいんじゃないかと、剃るのが嫌だったら巨人に行かなきゃいいだけの話じゃないかとか、結構ね、だから本当真っ二つに分かれていて、昔のさ、はい、最近さ、またコロナの宣言が出ちゃったから、うん、はい、まあ、家でよく映画を見たりだとか機会があってね、うん、はい、昔の映画、うん、とか見てるんだよ、はい、そしたらみんな、うん、なんか著名人というかさ、そういう人たちっていうの全部ヒゲ生えてるな。そう、だヒゲの方が賢そうに見える。そこなんだよだからそういうのもあると思うよそうですね、まあ、茶髪じゃないにしても、でもちょっと挑発ですよね、ボサボサの。まあ、そうそうそう、でちょっとヒゲ生やして、まあ武士ではないですけど、まあそういう名残もあるだろうね、昔の人はね、昔の人はね、うん、だからもしかするとですよ、今その、ね、茶髪ひげ禁止がすごくなんかこう清潔感とか子供に与える教育がいいって言われてますけど、もしかしたら時代がガラッと変わって、いや、なんかひげの方が賢そうだぞとか、なんか、まあ、ワイルド感はワイルド感あるぞとか、中日が増えてる、うん、それはなんでかというと、うん、なんか気の弱い選手がいて、はい、ひげを生やすことによって相手を威圧するというさ、まあ、そういう話もちょっと聞いたことあるんだけどね。あと験担ぎとかも言いますよね。まあ、験担ぎもあるよね、うん、だからまあそれはもう個人でいいと思うんだけど、はい、だけどここまで来たら俺はその規約、うん、ね、規制、決まり、はい、そういったものは俺は美しく感じるんだよ。もうここまで来たらそれも伝統守ってくれって思うんだよね逆にね、逆に2、3週回って新しいんじゃないかみたいな感じですよね。可能性はあるよね。そうですよね。ああ、っていうことはですよ、これもしかすると100年後200年後経っても巨人はずっとこのまま茶髪ひげ禁止でいくと思います。いつかこれ破れると聞く。長嶋さんが、はい、もうこれ屋敷から聞いた話なんだけど、はい、あの長嶋さんが屋敷に、うん、お前のひげは似合ってるから剃らなくていいよって、あいつここだけ生やしてたんだよ。ここだけですね。そう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 、はい、それ剃らなくていいよって、いや僕は巨人に行っても剃りませんでしたよっては言ってんだよね。だから曖昧だっちゃ曖昧なんだよ。
いやだから一説によるとその小笠原選手がそのヒゲで入る時に剃ろうとしてたらその渡辺オーナーから君は別にヒゲ剃らなくていいんだよって言われたらしい。だからまあよそ者扱いかもわかんないよね。ああなるほどね。もともと巨人から巨人に入団した選手はそういう教育を受けてるんだよね。多分なあ、そういうことですね。そうでもそれ言われたら自分だけっていうわけにもなかなかいかないでしょう。でもさ、この時代になって古き良き伝統だとかさ、そういうのを守る、それも大切な一つだと思うよ。まあそうですね、で嫌だったら、まあ、入らないとか、2周3周回ったらもしかしてそれが新しいっていうふうに可能性はある。可能性はあるので ね、まあそれは皆さんどう思うか、それぞれね、ちょっと考えていただければと思います、はい。